東京なんてもうちょっと見習えばいいと思う。大変お待たせいたしました。本日はお暑い中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私どもは料亭浜町より参りました。本日踊りますのがお客様に向かって右側より芸妓の金魚とそして舞妓のさくらでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず1曲目裏ドワンをご覧ください。なんかユスハラの方でもね、やられたいことで、はい、僕は出雲の人間なの。あ、そうですか、島根県の。だけど、どっちかというと土佐の方が、うん、なんとなく愛着があるんだよね。あ、うん、まあ、あの駅員さんの M、あのグローブカップか本物のあのかけに行くとかですね、あの出られたらまた東の方に展示してますので、見られてないことはまたこれが終わった後も展示してますのでお願いします。それから今日はですね、そんなことですね、あの駅員あの設定団体の特別ゲストで講演があの今日お参りしてるあの方がおりましてですね、それであの商店街もあの今回まさかこうやってね来てくれると思わんもんで、ちょっとお声かけましたらですね、ぜひ聞きたいということで、あの来てくれました。あの坂本長俊さん、あの俳優で、あの長いこと俳優でしてますけど、あのこの方はもう皆さんご存知のようにですね、あのライフワークとしてですね、あの
土佐源氏もう1100何回本人に聞いたんですが1100何回やったのかと思うんで1100回以上全国で回ってやってますよくやってますよね。それでまあ今回はここでまあ新しくやってるということで非常に楽しみにしてます。まもなくですね始まります。もうちょっと待ってくださいね。今しなくてますのでそれでまあそういうことで、まあ、今日は皆さん最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。本当に今日は